元ギスはキスカに属する海水魚である。キスカの中では最も広範囲に分布する普遍的な種で、キスカ、キス属の中で最初に記載されたタイプ種である。インド太平洋に分布し、西は南アフリカから東は日本、インドネシアまで見られる。また、スエズ運河を通じて地中海にも侵入している。湾内、川口などの旋海に生息し、 淡水で見られることもある。肉食性で様々な多毛類、甲殻類を食べる。漁業上の重要種で底引き毛や投毛,毛で漁獲されて販売される。キス族に属するおよそ30種中の一種である。1775年、ピーター・ファーススケルは本種をトウゴロウイワシ類とみなし、アザーナ・シハマの名で記載した。その後本種はコチ族に移され、 1816年に新しく、シラゴ族が設立されるまではそのままであった。最初に、学名の付けられたキス類であり、キスかシラジニーデイのタイプ種でもあるが、このトガの設立は1846年のことである。本種がシラゴシハマと命名された後も、3回の命名が独立に行われている。2回は、ジョルジュ・キュビエによるエス・アキュタと、 S. エリスレアで、もう一つは、ブロッホとシュナイダーによる、サイアナ・マラバリカである。後者は、ジュニアシノニムで、アイクスンでは認められない。分布が広いため多くの名がある。英名としては、ノーザン・ホワイティング・シルバー・ホワイティング・サンド・スマルト、シルバー・シラゴなどがある。キス族の種は互いに似ているため、本種はよく多種と混同されてきた。最大で31センチメートルになる。 1850年のベンガルで3フィートの個体の報告があるが、これは同書に生息するサバヒーや、外イワシと混同したものとみられ、公式には認められていない。体はわずかに側平たして細長く、口は先細りとなっている。第一背びれは11トゲ状、第二背びれは1トゲ20から23難状、尻びれは2トゲ21から23難状。 側線鱗数は66から72、方鱗は3、4列。鱗はくしうろである。脊椎骨数は合計34。表による動定が最も確実で、前方から2体、後方から1体の突起が伸びている。前方の突起は前に伸び、元後頭骨の側面、自覚の髪型で終わっている。もう一体の突起は、側方から伸びて二分し、 片方は腹壁に沿って前に伸びる盲管となり、もう片方は入り組んだ盲管となって後方へ伸びる。後方の突起は先細りに尾の方へ向かい、通常は片方がより長い。体色は様々で、泡褐色、銀色がかった高褐色、赤褐色など。覆面は淡い色で褐色から白。大抵、体側には銀色の縦縞がある。 背びれの円はくすんだ色で、第二背びれには褐色の反転があることもある。尾ひれの端は暗く、他のキスと違って胸びれの根本が黒くなることはない。他のひれは半透明だが、尻びれの円は白くなることがある。キス科で最も広範囲に分布する種で、インド太平洋で見られる。東は南アフリカから、アフリカ西岸、航海、ペルシャ湾。 アジアでは日本、台湾まで見られるが、シロギスと混同されている可能性もある。インドネシア、フィリピンでは全域、南はオーストラリア北部にまで生息する。本種はレセップス移動の一部として、後海からスエズ運河を抜けて、東地中海に侵入している。最初に記録されたのは1977年で外来種とみなされている。主に旋回性で、 20メートル維新で見られることは少ない。主に開放性の砂浜、サス、またはマングローブ体や干潟に生息する。特別に低塩分濃度に適応した構造があるわけではないが、川口や淡水域でもよく見られる。他のキス類とは違い、一年中沖合に移動することはない。他のキス類のように危険を避けるために砂に潜ることができる。この行動で、 底引き毛を避けることもあり、いくつかの国ではサンドボーラーと呼ばれている。主に多毛類、小型の車エビ、カエアシを餌とするが、砂ニ小エビ、短脚類などの他の甲殻類も食べる。小魚や糸状の藻類を食べることもある。オーストラリアの個体は多毛類、小型甲殻類を食べている。共存するキス類や他の魚種と食性は、 ほぼ同じだが、わずかに構成が異なる場合もある。稚魚と生魚でも食物に差があり、稚魚は主に貝足のような動物プランクトン、生魚は主に大型の甲殻類、多毛類が餌となる。最小で、オスで106ミ、mm、リメートル、メスで117ミ、mm、リメートルで、生成熟するが、一般的には一切、130ミリメートル程度である。成長は早く、 1>, 1年で13から1 4トル、2年で16から2 0トル、3年で20から2 4トル、4年で24から2 8トルになる。繁殖は1年中行われるが、ピークの時期は生息地によって変化する。タイでは8の11月、フィリピンでは11の4月、インドでは11の3月。 スリランカでは7の2月に繁殖が行われ、ピークは11月である。卵は、浮き性卵で、休憩、無色。直径0.5から0.6ミ、mm、リメートルで、大きな湯滴はない。産卵数は16,682から166,130。発生過程は、ベンスサムとカトエトールによって詳しく記録されている。陽性の特徴としては、 おひれつけ根の黒色素方が縦に並ぶことが挙げられる。かなりの漁獲量があると考えられるが、一般的に国家の漁業統計には反映されていない。パキスタンでは主に6から7月に漁獲され、年間102トンから859トンでこの間の平均は404トンであった。中国沿岸では乱獲と環境汚染によって危機に瀕している。ありがとうございます。